セブンティーンのスングアンドギョム星によるユニットの不足寸と坂口健太郎の出会いが話題を集めている写真、セブンティーンの不足寸坂口健太郎らと記念ショット昨日、14日、不足寸はフィリピンで開催された2023アジアアーティストアワーズ以下 2023AA に出演しメドレーで 7PM、フィートペダーエイラス、ファイティング、フィート b g ジ,ジャストド d イットを披露した。10分を超えるパフォーマンスは、ファンはもちろん出演者たちを楽しませ、話題を呼んだ。特に、7PM のステージでは、同受賞式に参加した坂口健太郎、キムセジョン、イドンフィのテーブルにサプライズ登場。屋台をモチーフにした演出で、ドギョムは坂口健太郎に日本語で、健太郎さん。お久しぶりですねー、と話しかけたり、 肩を組みながら顔を撫でるなど、親しげない様子がファンを微笑ませた。この日の 2023AA で、セブンティーンは今年のアルバム賞を、ブソクスンは今年のパフォーマンス賞を受賞した。星はこの賞はカラッと、セブンティーンのファンがいなかったらもらえなかったと思うと感激のメッセージを伝えた。その後、ブソクスンの3人はそれぞれインスタグラムを通じて、 同日の写真を公開。三人の集合ショットはもちろん、坂口健太郎、イオンジ、イドンフィなどと撮影した記念ショットも目を引く。ドギョムは、幸せは成績順ではなく不足寸。不足寸という名前で大賞を受賞するとは、想像もできませんでした。セブンティーンとしても価値のある大賞をいただけて、心より感謝します。このように意味のあるすべての瞬間は、 僕たちのカラットの大きな愛と応援のおかげだと思います。今日一日も本当にありがたい一日ですね。カラットの皆さん、本当に愛していますし、改めてありがとうございます。来年の不足寸のカムバック、たくさん期待していてください。皆さんにこれからも良いエネルギーを裾分けするグループセブンティーン、不足寸になります。ありがとうございます、と受賞の感想を綴り、 ファンへの愛情を表した。セブンティーンは明日、16日と17日、福岡ペイペイドームにて日本ドームツアー、フォロートゥージャパン、福岡公演を開催し、日本ファンに会う。また、12月31日の第74回 NHK 紅白歌合戦に初出演することが決定している。クスタイル編集部。